Watabokuは日本のイラストレーター、デジタルアーティスト、グラフィックデザイナー。佐賀県鳥栖市出身で、性別、年齢、顔は非公開。記号性を作品の主題としており、制服の女子高校生を題材としたシリーズなどを制作しているほか、音楽関連や映像関連の仕事も手掛けている。当初は私、僕、俺、名義を使用しており、2015年頃にWataboku名義で本格的な活動を開始した。大学でプロダクトデザインを専攻の後、デザイン会社勤務などを経て、2017年よりフリーランス。Watabokuは佐賀県鳥栖市の出身である。元漫画家でその後家業の旅館を継いだ父、有田国男や後に、東京の美術系大学に進む4歳上の姉の影響を受け、幼少時から絵を描き始める。中学校の頃はバンドを組んで音楽活動に熱中しており、本格的に海外に取り組み始めたのは、高校で美術部に入部して以降である。その後九州産業大学美術学部デザイン学科で自動車などのプロダクトデザインを学び、卒業後は、福岡県の食品会社に3年半ほど勤めた。この頃、deviantARTに投稿された作品に触発され、デジタルイラストレーションの制作を開始しており、またバンドマンとしても活動していた。この頃使用していた私、僕、俺名義は、会社員としての一人称、私、デザイナーとしての一人称、僕、バンドマンとしての一人称、俺を統合したものである。2012年に食品会社を退職し、東京に拠点を移し、大学の同級生のつてで映像会社に1ヶ月ほど勤めた後、OOOでグラフィックデザイナーとしてミュージックビデオの制作など関わるようになる。この転職についてWatabokuは仕事も含めた掛け持ちに限界を感じるようになり、ミュージックビデオであれば音楽に関わりながら、デザインを活かせると考えてのものであるったと述べている。転職後2年ほど経った頃に、Wataboku名義でイラストレーションの制作を再開。2015年以降、制服の女子高校生のシリーズを Facebook や Twitter といった SNS に投稿し、少女ナイフとのコラボレーションなどを経て大きな反響を呼ぶようになった。以前から目標としていた2016年に、個展、君、あなた、お前開催とアートブック、元例の発表を果たす。個展をきっかけに、山田祐介、パーティーの総画や、バラエティ番組、KEYABINGO!2 のメインビジュアルを担当するなど、個人の仕事が増え始めたため、2017年に会社を離れ、フリーで活動するようになる。以降、総画や CD ジャケットのほか、テレビ番組のコンセプトアートや映像作品のイメージボードなども手掛けている。また、日本国外のアジア各国でも個展を開催している。上記アートブックや2017年から2018年にかけてのアジア5カ国における展覧会での題として使用された元例というフレーズは、初心に帰り新たなスタートを切るというコンセプトであり、それまでの自身の創作感覚の一切をゼロに返し、プレッシャーなく、思うまま新たな創作に取り組むという理念が表されている。繊細で透明感のある描写と独特な色彩感覚を持ったノスタルジックな作風で目の描写が特徴的とされる。影響を受けた作家としては田代敏郎や若川を挙げている。デジタル制作を始めた当初は西洋風の女性を描いていたが、2012年頃より中学、高校時代の同級生をイメージして作ったSAIというキャラクターを使用し、制服の女子高校生を題材にしたシリーズを描くようになった。このシリーズの最初に描いたKUMOという作品についてWatabokuは清潔感があって無意味なようにも謎めいたようにも見え、自分が無意識に求めていた表現が集約されている気がしたと述懐している。また、記号性、普遍性を作品の主題としており、作品集、元例の冒頭には、すべての作品に自分にしかわからない記号があるという言葉が記されている。作品の表題は、作品が描き上がった後で、日常の中でひらめいた言葉のメモから一番近い言葉を選んでつけており、絵と言葉が完全に一致しないのも、表現の一部となっている。iMac Cintiq 13HD 前述の通り、福岡時代にデジタル制作を開始しており、1年ほどでフルデジタルでの制作に移行したが、2017年時点でも、シャープペンシルや水彩などのアナログ要素を取り入れることもあり、平泉編によると極力一気遣いが残せるように、アナログから取り込んだテクスチャを使って仕上げている。制作時間には1枚あたり6から10時間ほどかけている。ワコムによると制作環境は次の通りである。ありがとうございます。